ジェイウェイロハースト。今週のゲストは C. 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 サポーターコンサルティング代表取締役会長。C. E. O. の奥谷玲子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。奥谷さんは兵庫県出身、江南大学法学部を卒業後、日本航空に入社され。82年に。職場の同僚女性と人材派遣会社ザアールを設立し。社長会長と歴任され。 2018年3月に退社。現在、シーシーシーサポーターとコンサルティング代表取締役会長。そして、実業家として活躍されていらっしゃいます。えー、ここに奥谷さんの著書、ニョゼガモン。私のささやかな選挙と、えー、私が言い続けてきたことがあるんですけども。まずは、あの、この奥谷さん、この著書のタイトルであるこれ、ニョゼガモン。はい。というのはどういう意味なんですか。これ これは仏教用語で「あの,核のごとし我は聞いた」という言葉なんですね。うん、であの太宰治がこの「女瀬我門」というタイトルでエッセイを、はい、あの本を書いてたんで、はいはい、それがかなりこう担当職人にあの世なんかのことをバシバシこう切ったようなエッセイだったので、うん、それをちょっと真似ていただきましたこのタイトルを。まあでも中身はあの太宰治とは全然違ってて。ええ そうそうたる経済人僕も随分知ってる方が出てるんですけどそういう方と対談されたりまたこうツイッターのようにつぶやいてらっしゃるんですけどずいさんお二人さんですあのんていうか斜めに構えてるというかなかなか本当のこと言ってすごいなと思うんですけど皆さんによく言われますよくここまで行って殺されないなとかって言われますけど。 えーとこの本は会長を務めていらっしゃった、まあ、会長を務めたというか、まあえー、自分で創業なさったんだと思うんですけど、えー、その「ザ・アール」の、まあ、フリーペーパーで書かれてたことをまとめたものなんですけど、はいすね、この経歴の中で最初は大学出た後と、はい、お,お入りになったャールっていうとこれはやっぱあれですよね、はい、一番なんか華やかな職場の頃ですよね一番そうですね。はい 僕なんかも同級生でみんな JAL 行きましたけどああの国際線が日本航空しか飛んでなかったのそうですよね、えー、でもみんなあの辞めちゃったっつうかえもう短かったんですあの入る時に必ず2年以上働けって言われたんですがみんな1年半で辞めちゃう,うああそうそうはい。でもまあでたらめでしたよねいや超今日はパ,パ,パリ支店長とかイ <laughs> <や>ラロの支店長とか。 半官半民ですから、はい、半分があの国がお金出してもらってますから結局儲けなくてもいいというような感覚でですから私たたち本当にい,い思しいしましたそうですよね、まあ、あの気分はもう今の子たちにはとてもわからないと思うんですけども、ね、えとこの、えー、これだけなんか想像たる経済人とお知り合いになったのはあれですかやっぱり経済同友会でなんでしょうかああの経済同友会というその,あの 初の女性会員というところに入れていただいて本当にあのおじさまばっかりの中にあのまだ30若干35歳で入ってそれで、まあ、いろんな方に知り合えたというのが、まあ、あ,のある分女性が会社作ってですねあのうさんくさいと思われる時代でしたから1982年というのはまだまだそういった時代でしたのでそうしますとそういった信用のおける信頼のおけるところっていうとその経済同友会というバックグラウンドがあったということがかなりあの私にとってプラスになって。 そしてあのいろんな財界人の方と知り合いことがなりました。まああれですもんね、こう会社の名前が R で女性が社長だっていうと、まあ銀座のバーのマダムみたいに思われると思うんですけど。そう, <laughs> そうなんです。あの大企業にですね。はい、あのザアールですって電話かけますと、あのまさにそのあのバーのつけを請求されたのかと思って <laughs> すぐ切られちゃうということがありました。けどこのザアールはどっから。 R はですね女性だけはあの7人集まって会社作った時にこれから革命を起こそうと、はい、でレボリューションというで<ー>レボリューションリノベーションとかですね<ー>リバイタリゼーションとか<ー>リサイクルとかいろいろあって、まあ、リタイアっていうのもありましたけどそれで R を取ったんですああそのそういういろんな R から始まる言葉を集大成、えー、それがまあシャゼだみたいなところで始まったわけですか。えー あのまあ、リスナーの人にねまずその経団連とかいうのはよく聞くじゃないですか、えー、みんなで経済同友会もまあそれなりなんですけど、はい、あのどういうふうな住み分けなんですかね当然経団連はあの大企業が入るところ<ー>企業単位なんです<ー>で同友会は個人なんですあそうなんです,かですから個人の経営者として、まあ、そういうあの、まあ、資格といいますか推薦があれば入れたという、はい、でもなかなかそれでもやはり難しかったそうですよね、はい それで現在その奥谷さんのように女性の経営者って、はい、まあ日本のまあ上場企業でもいいんですけど相変わらず少ないんですか世界に比べると。よく2030ってあのこの2000年2020年にあの30%女性を管理職うんぬんってっなかなか企業の管理職も含めて経営者もその含めてま,ず無理です、ね、まだ10%もいってないと思います。 ででもあれですよねあの世界のトップっていうのかな首相とか大統領に女性が随分増えましたもんねえあの本当にあのいろんな海外の、ねはい、今回のアメリカも副大統領候補女性がなりましたけど、ね、日本の場合はなかなかそういった意味で女性のリーダーっていう部分が育つ環境がないというかあのそこはやっぱり一番の問題だと思いますアフリカなんか確か4人大統領いますよ女性の。 いやですからやっぱりそういうあのなんていうんですか教育レベルが同じであればあの女性の方がこうそうですよねやりがいを持ってやるという。あとこの奥谷さんのその新しい会社この CCC サポータントコンサルティングのちょっと業務を教えていただきたいんですけどこれはあのいろんな企業のコンサルタントまあ経営全般のコンサルタントをやってる会社です。ですからあのまあ今私はいろんな 若手のベンチャーとかですね。それでベンチャー企業のコンサルタントとか、あと社外取締役とかそういうのをやってその事業を行ってます。その時はあれですか。あの、えー、サポートする会社はあの女性の経営者のところが多いとかそういうことはあんまり関係ないんですか。それはうい全くあの普通の女性以外の一般的な会社です。まあでも実際は女性経営者からもアドバイスを求められることも多いと思うんですけど。 ずいぶん僕谷さんが始めた時から比べると環境は変わってますかいやもう今はもうすごくいい環境になってると思いますままずその銀行が女性でもお金貸してくれますから、はい、我々の時はあのまず相手されませんでしたし、はあ、ましてその担保がないとあの融資は受けられなかったですし。はい 夫のその財産がいくらみたいなことまで調べられたりとかですね。ああまあそういう点に女性なんて全く社会から信用ないそういったあの状況でしたから。あれですね。それあの今お話にななってる時、当時の思いがこう吹き出してくるのを感じがし,たけどしてます。<笑><笑>本当に <laughs> あのすごいすごい時代だったんです、ね。ひどいね日本社会は。名刺を出すとですね。はい。たいその。 あの生命保険のおばさんしか、名刺を出す人いなかったという。そうか、そうか、そうか保険。保険のおばさんは女性が多かった。ですから、あの、例えば、我々があの。 営業に行ってですねあの先方と何かするとですねこう個室に入って2人で話すと君といると変に思われるから表に出て話しようとかですね<ー>要するにまずあの名刺を出すと何で働いてるんだということを聞かれたりで何でその結婚してるのに働くのかとあ<ー>あのご主人が病気なのかどっか入ってるのかみたいなですね<ー>そういう,こう偏見というか女が働くこと自体がおかしいと家にいるべきだというそういう時代でしたから。 まして会社作るなんてとんでもないという。はるか昔の話だと。で,ね、でもそれがついあのもう、えー、私は35年ぐらい、うん、378年前がその時代でしたから日本はまだまだだそういいっった意味でで進歩ないってことですああじゃあ結局あれですか、えー、とし仕事の社会の受け入れ方は変わったものの。 こう世界のスタンダードから比べると、全然やっぱまだ遅れてると。遅れてますで。女性自体も遅れてます。あ,あ、女性自体が。自体はああ。それはどういうの。の遠慮しすぎなんですか。遠慮しすぎというふうにも、はい、なんて言いますか。あの、自分で考えて、自分で行動して、自分で責任を持つという。当たり前のことは女性できない。はあ、ですから、その、なんて言いますか。あの、管理職になりなさいと言っても、みんな。いや、そういう責任を持つの嫌。うん、そして、その、まあ、要するにリスク取るのは嫌。っていうんで、やっぱり。 あの引っ込みじゃなっちゃうという。ですからせっかくチャンスをもらっても。チャンスを手に取りに行こうというあれがないんですね。なるほど。今年はこの新型コロナの影響でこれまでの常識が揺らぐ中で。まあいろんなことが変革を求められていると思うんですけど。あの奥谷さんとしてはどのようなこれから働き方が。えー、トレンドになっていくんですかね。あのですね。やっぱりその。 個人能力でで個個人人、まあ、よく個人事業主ですね個人事業主的な仕事はこれから増えてくると思います。何かというとリモートワークでどうのっていうと企業もですね集団でこう横並びでこう見ててこう評価されてたものがそういったことができなくなってくる、うん、そうすると個々に仕事を与えてその個々のある分成果とかもので評価していくというそういうあの個人評価っていうのがもっと顕著になってくると思うんですね。はい そうするとあの自分の能力っていうのははっきりこう測られてしまうというか客観的に見られてしまうというか,だからそういった意味である部分いい方向に行くと思うんですねあの同じ横並び一つっていうことではなくて自分の持っている能力がちゃんとあの正当に評価されるというそういう時代になっていくというのはやりがいを持っている人とかですねこうやりたいと思う人にはすごくプラスなあの風だと思います。 まあウーバーイーツの配達員の兄ちゃんもみんな自己責任で点数つけららられちゃうらしいですからねあのまあ今、えー、日経新聞に限らず新聞を開けるとですねもう SDGs が溢れてるんですけども、はい、この中日本の企業の SDGs の進捗度っていうのかなそれは奥谷さんから見たらどうご覧になってるんでしょう あの皆さんこうバッチつけてですね s d g って言ってらっしゃるんだけど、うん、本当に分かってらっしゃるのかなっていう感じがするあの、はい、で特に17項目っていうのがあるんですね。はい、でその中でやっぱり一番大事なことっていうのはこれからこのましてコロナの後格差がもっと広がってくると思うんですね。うん、そうすると格差社会が広がってくると教育の格差が出てくるという。 そうすると子どもの,の教育の格差がどんどん広がってくるとなると専門的にちゃんとした教育を受けるための不公平でなくてですね差別なくあのそういったチャンスを平等に与えられるということを本当にあのあの環境として整備していくっていうかこれ国も,もういろんな意味で大切なことになってくると思います。教育の格差が一番怖でもあれですかその教育の格差っていうとやっぱりあれなんですかね、えー、文科省なんですかね。 いや文科省もそうでしょうけどこれもあの経済産業省もそうでしょうけど、はい、やっぱ国全体の問題だと思います。はい、で今やっぱ日本が国力がどんどん落ちてしまってるっていうのは<ー>やっぱり産業の,その技術能力とかですねそういったものがガーファーみたいなんですねどん、はい、どんどんどんアメリカだ中国にどんどんまあ追い抜かれてしまってますよね、はい、あの特に IT 系の技術っていうのは。はい、でも日本はそういったその教育をしていこうということに対する投資がやっぱりあまりにもなさすぎるという。うん 僕もでもあれですよアフリカでホテルやって初めてですよ、うん、教育が必要だって感じたの先生思いますでしょうああやっぱり基本は全部やっぱり教育がないとあああのいろんなものがこう新しいものも出てきませんしで特にあのこれからその知的あの創造的な仕事ってなってきますと感性とかですねそういったアイディアとかですねそういったあのものが特に重要視されてくるわけでとやっぱりそれをこうどうやってその能力を高めていくかっていう教育っていうのは、うん、今までなされてませんから。<music> 私は今あの日本の若者の中には再び終身、ね、雇用を求める人が多くなってると、うん、あの聞きましたけどこれは若者がど,ど,どういうふうなあれですかねいや,やっぱり安定志向というか、はい、安泰志向というかあの先行き不安よりもずっと終身、まあ、雇用でちゃんと守ってほしいという保守的になってきてると思うんですね。ででももやっぱり本当に考えるとあの私も言われたんですが 35歳まででだって言われたんですねその能力っていうか働くっていうんであれば35歳までに何か自分がやりたいことやあのしたいことっていうのを早く見つけろとでそれに対してあの考えろって言われたんで私はその29歳でそれを言われて焦ってですねそれで32で会社作ったんです。ですから本当に35でどこの企業もあのできる人できない人ってこう区別。 きちっととなされてしまうと思う思んですだから自分としてあの会社として65歳までの,その定年っていう安定のそういった部分のことは言ってくれますがあの自分としては個人としてはやはり35までに勝負しようという自分の能力をですね専門的な能力を磨くのかはたまたそのマネジメントとしての能力を磨くのかというそこのところやっぱり見極めないとタラタラといって60でどうしようなんていうもう時代ではないってこと。 早く三十五歳までですよ、すべて。女性起業家の走りだってことで、あの女性の味方だと思って、この本を読ませていただくと、全然逆で。女性に全然甘くないですよね。私はやっぱり、あの、その男性がですね、女性甘やかしすぎているというか、はあ、何かと,と。本当に女性をですね、あの、鍛えてですね、あの、頑張ら果たせば。自分の敵になるわけですよ、うん、ポスト取り合うわけです。うん そうすると結局変な話ですけど男性はおお女をある部分を抑えといてポストを取らせないようにしているというですから私は痛切に感じたのは男が初めて敵になった時に自分は一人前になったと思ったんですね、うんうん、男は私にに嫉妬してそれででなっったたと思ったんですだから女が女に嫉妬されても全く問題なくて男は自分に嫉妬されて一人前だという意識を持ちました仕事でも。うん まあでも実際この本の中に出てくるよ、あの吉永美智子です。吉永美智子さん。ここね、はい、林真理子とか、はいはい、みんな強い女ですもんね、えー。私の周りは皆さん強い女です。<laughs> 弱い女は寄ってこない。弱い女は寄ってこない。はい、あの、でもコ、コロナ後の、えー、この閉塞感もあるんですけど。えー、奥谷さんと、お話してると、全然こう、思わず元気になるんですが。 今後、日本経済ってどんな風に思ってらっしゃるんですか？かなり厳しいんじゃないかなと思います。あのまあ、このコロナのこのコロナに対しても、その政策がこう。何をしていいのかって私毎日会えて何百人？東京で200人だ。300人だ400人だって。数字出して何の意味があるのかなと思っちゃうんですね。むしろ対策をどうするのかっていうことを毎日出せばいいわけで。だかそういった意味で国としてどう？どっち向いていいのかっていうのが。 要するに上層部が何も分かってないという <laughs> その怖さをういうでもんかふ普通あの経済同友会だと、まあ、自民党の政策に、えーまあ、支持してというふ,ふうに思ってたんですけどじゃあ逆に今奥谷さんが、ね、我が日本国に求めるべきリーダーっていうのはどういう人なんでしょう やはり自分の考えがあって、自分で行動して、自分で責任を取れる人だと思います。うん、それがなさすぎるのは、今、うん、ではっきり言って、今の経営者も、それから政治家も、みんなサラリーマン化してしまってる。なるほど。だから、誰かが責任を取ってくれる、ああ誰かがなんかしてくれるという、ああそれがやっぱり一番怖い状況になってると思います。ジウェイ、ノハスター。じゃ、あれですね、やっぱりかつてのサッチャーとか、メルケルのように、えー、日本にも。

い今はもう批判ばっかしてるだけですからね。<う>両方同じレベルですよね。えー、あと本の中であの小さい時の夢が。 あの美術館を持つことって書いてあるんですけど、はい、そ,そうですよねこれ持つっていうのは美術館の館長は分かるんですけど持つってことは金持ちになって美術品を所蔵しなきゃいけないんで <laughs> 自分の好きなものを集めたいという, <laughs> いうのがあったんですか子供の時から自分の好きなおもちゃを集めたいとか人形を集めたいとかそういうコレクターみたいなのがあの自分のあれだったので <laughs> じゃあまあ経営者としての素質はあったんですよね あの人に使われるっていう意識はですからあのどこの学校行かないといけないとか何にしないといけないとか一切なそういうことは考えませんでした。えー、美術館で例えばまあ東京でも別に金沢で見いいですけど好きな美術館ってありますか。山田根美術館とか。あ山田根、ね。ええー、あのあ<ー>日本画がすごくいい日本がいっぱいにこうあの。えー、今,今あれですよね娘さんが館長で。そうです太子さんが。先先週会いましたね。あそうなん <また S 1> <laughs> へーへーでも大変みたいですよ大変です今美術館も日本画、はい、だけだとえー、今月、えー、この、えー、奥谷さんの本ニョゼガモンの、えー、完結編世相を一刀両断が徳間書店からまあ発売されるということなんで、はい、ぜひ皆さんあの歯切れのいい意見も、えー、聞かれてはと思います今日はどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございました Lohas Talk